今回は何を解説するんだぜ。今回紹介するのはこの恐竜だよ。はい、エドモントサウルス、すごく、アヒル口です。今回は史上最大級の二足歩行動物についていろいろ話そうと思いまする。そんじゃまずは基本情報から、エドモントサウルス、全長約9メートルから12メートル。名前の意味はエドモントンのトカゲ。種名はエドモントサウルスレガリスト、エドモントサウルスアンネクテンス。分類、長板目、長脚亜目、ハドロサウルス科。生息地域は北米、生息時代は白亜紀後期。約7300万年前から7000万年前。約6700万年前から約6600万年前。エドモントサウルスはハドロサウルス科のサウロロフス亜科に属する恐竜で、なおかつ最大級の長脚類の恐竜だよ。サウロロフス亜科って前回言ってたやつか。うん、サウロロフス亜科っていうのは簡単に言えば、頭にちょっとした隆起があったりと坂がないハドロサウルス科のことだね。エドモントサウルスはこっち。でもってランベオサウルス亜科は、頭に特徴的なトサカのある恐竜が多く含まれるグループだね。パラサウロロフスはこっち。にしても全長12メートルって割とでかいな。何これ植物食版ティラノサウルスか？それどころじゃないんですよ。え？例えばベッキーズジャイアントと呼ばれている断片的なエドモントサウルスアンネクテンスの頭骨があるんだけどね。こいつの推定頭骨長が 1.5 メートルだとされているんですよ。とりあえずとんでもなくでかそうなのはわかるぜ。参考までにティラノサウルスの巣売っているじゃない。あのでっかくて保存のいいやつか。こいつの頭骨長が約 1.4 メートルなんですわ。ティラノと同等かそれ以上の大きさの頭を持つ植物食恐竜って何なんだぜ。全長10メートルちょいのアンネクテンスでも頭骨長 1.1 メートルだからね。ティラノサウルスよりも相当でかくなりますわ。なんてこったい。その他にも X レックスっていう関節が繋がった尻尾や後ろ足からなるアンネクテンスがいるんだけどね。レックスとかついちゃってるよこの人。こいつの尻尾の長さが 7.6 メートルあるんですよ。ふむふむ。でもって X レックスの推定全長がですね、約15メートルで推定体重10トン以上になるとか言われているんですよ。明らかにおかしい大きさだぜ。明らかに軽側ですよこれ。それが二足歩行でノウノウと走り回ってるんですよ。こいつを倒すのはティラノでも骨が折れそうだぜ。ティラノですら体重は4トンから6トンとされているからね。まあこういうバカでかい恐竜を仕留めるためにティラノみたいな肉食恐竜が生まれたのかもね。エドモントサウルスってティラノサウルスやアルバートサウルスに追っかけられてたり食われてたりしているイメージがあるんだけど、実際は結構同等に戦い合ってたかもね。こいつはティラノやアルバートと共存していたのか。レガリスはアルバートサウルス、アンネクテンスはティラノと一緒に暮らしていたそうだね。ティラノはごついからギリギリエドモント置かれるかもだけど、アルバートサウルスは怠慢じゃちょっときついかもね。なんてこったい。それと中国にシャンプンゴサウルスっていうエドモントサウルスそっくりな恐竜がいるんだけどね。フアシアオサウルスとズケンゴサウルスの時に出てたやつか。こいつも全長15メートルとか16メートルとか言われてる。おー怖い怖い。そんじゃ特徴解説に行こうか。ういうい。エドモントサウルス最大の特徴といえば、やっぱりくちばしだね。特に上くちばしは横幅がとても広くて、まるでカモのくちばしみたいになっているよ。ダックビルとも言われているね。カモの端にも似てるな。実際カモの端流の由来になってるね。なるほどなるほど。それと角質のくちばしが残っている個体の化石から、エドモントサウルスの上くちばしはとても長かったことがわかっているよ。下のくちばしほぼ見えないな。パラサウロロフスの幼体も上くちばしが長いし、これはハドロサウルス科共通の特徴だったのかもねー。そういえばレガリスとアンネクテンスだっけ？こいつらってどう違うのぜ？主に頭骨で区別されているよ。レガリスは鼻面がやや短くて目の上に出っ張りがあるんだ。アンネクテンスの頭はあまり出っ張っていなくて、後頭部の外側側頭層の幅がレガリスよりも広い感じだね。それとレガリスの眼下の下に妙な隙間があって、これもアンネクテンスと違うところだね。結構わかりやすいな。にしても頭骨がほんとごついな。頬のあたりが膨らんで幅もあるからねー。それと目は真横を向いていて広範囲を見渡せるようになっているよ。さすがにそこは草食動物らしいな。こんなんがプレデターだったら怖いわ。それもそうだな。まあたまにはそこら辺のトカゲとか小さい哺乳類とか食ってたかもしれないけど、こいつら肉も食えるのか。くちばしで噛まれたら指とか噛みちぎられそうです。はい。それとこいつらの頭部の重要な特徴といえばデンタルバッテリーだね。確かすり減った歯をすぐに交換できる構造だっけか。うん、こいつらの歯は面が広いから、咀嚼に適していたとされているよ。
しかも咀嚼に参加している歯列が複数あって、歯はすぐに生え変わるからバリバリ物を噛んで食べてたようだね。そして咀嚼していたことや口元がくぼんでいることから、頬や発達した唇を持ってたんじゃないかと言われているね。そういえば頬を持ってたのかわからないんだったな。うん、恐竜の方は補完編第8回で言った通り、直接的な証拠は特にないよ。口元がくぼんでいると言ってもこのくぼみは頬を押し込むのにはちょっと狭いから、これだとスライスしたハムみたいに薄い膜になっちゃうんだよね。薄いと頬にならないのか。薄いと歯と頬の間に食べ物が入るからね。でもって頬は食べ物を運ぶのに複雑な動きをする筋肉があるから、割と肉厚なんですよ。それとたとえ唇でも、奥の方は肉が収束して頬っぽくなるから、唇でも裂けた感じにはならなかったかもね。まあそのあたりは自由に考えて、どうぞ。あ、咀嚼で思い出したけどこの人たちの顎の動きは上下運動だけだよ。ジュラシックパークでブラキオサウルスが顎を左右に動かしたりしてるけど、これができるのは顎の関節が緩い哺乳類とかなんだよね。牛みたいな口の動きだな。まあ実際参考にしたんだろうね。次に前足。上腕は太短くて、肘から先はほっそりしているよ。それとエドモントサウルスはミイラ化石が発見されてるんだけどね。ミイラ化石なんてあるのか。ミイラ化石から前足の裏に肉質のパッドがあったことがわかっていて、前足を地面につける時のクッションになったとか言われているよ。昔はこのパッドが水かきに見えたからハドロサウルス類は水中で生活してたとか言われてたんだけど、これについてはバッカーが恐竜遺跡でパッドが潰れただけだときっぱり否定してたね。さすがバッカー、俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに痺れる憧れる。次に後ろ足。後ろ足は結構長くて、大腿骨とすねの骨がほぼ同じ長さだよ。足首から先は短くなってるけどこれは大型化に伴った結果かもね。大腿骨はかなりごつく発達してるから、後ろ足の筋肉はかなり大きくて強靭だっただろうね。足全体が長いことも相まって走るとそれなりの速度は出たかもね。ティラノから逃げるために足速くなったのか。ティラノも結構足長い方だからね。ぶっちゃけどっちが足速いとかわかんないです。少し前にティラノは短距離、エドモントは長距離が得意とかいう説が出たんだけどねー。まあ大体同じくらいの速さということで、でもってダコタと名付けられたエドモントサウルスのミイラ化石があるんだけどね。どんだけミイラ出てるんだこの恐竜。いっぱいだよいっぱい。ダコタの後ろ足の裏には大きめの肉質のパッドがあるんだ。このパッドはハドロサウルス類の足跡でも確認できるよ。これも体重増加に適応した結果なのか。多分そうだろうね。さて、エドモントサウルスの化石で外せないのが、やっぱり皮膚炎症の化石だね。確か地面に皮膚の跡が残ってるやつか。そうそれ。エドモントサウルスはミイラ化石含め多くの皮膚痕が見つかっているんだよ。どれくらい見つかっているんだぜ。ほぼ全身をカバーできるくらい。なんだって。頭部には細かい鱗が並んでいて、頬のあたりに大きい鱗があったとされているよ。めっちゃ綺麗な顔してるな。死んでるんだぜ。それで、でもって面白いのがレガリスの頭部から首にかけての皮膚なんだけどね。最近レガリスのミイラ化石が発見されたんだけど、それの後頭部に肉質のトサカのようなものが確認されたんだ。鶏のトサカみたいなものか。そんな感じだね。でももしかしたらペシャンコに潰れた肉コブとかかもしれないんだけどさ。エドモントサウルスは保存状態の高い化石が多く発見されていたんだけど、頭のトサカの痕跡が確認されたのはこれが初めてだよ。これによって骨のトサカを持っていない恐竜でも、肉質のトサカを持っていたんじゃないかと考えられるようになったよ。このトサカはアンネクテンスにもあるのか？アンネクテンスのミイラには頭部が残っているものもあるけど、トサカのようなものが確認されたことはないね。と言ってもトサカがあった可能性はあるとは思うけどね。何組織が残ってないのか。鼻周りやくちばししか残ってないんですよ。一応ちょっとはあるんだな。化石のクリーニングの時に何組織に気づかず岩を砕いちゃうとかよくあるからねー。それはもったいないぜ。そしてレガリスの首の皮膚なんだけど、これが少し変わっててね。こいつの首には丸いうねがたくさん並んでいるんだ。初代ゴジラみたいだぜ。このうねは鱗というよりは、七面鳥や低い鳥の首に近い感じだったとされているよ。鱗じゃないのか。そうだね。でも細かい鱗みたいなのはうねの表面にぼちぼちついているんだ。そして首から後ろの胴体や四肢や尻尾は、細かい数ミリの鱗に覆われているよ。そしてアンネクテンスの尻尾には、角質のロゼットみたいなものが並んでいるよ。このロゼットは首から尻尾にかけて並んでいたのかもね。そういうのもわかっているのか。そんじゃ最後にエドモントサウルスの研究史を話していこうか。研究史が最後とな。エドモントサウルスの研究史は結構複雑なんだよね。
話したら長いから最後にした。そうなのか。80年代や90年代生まれの人は、アナトキタンやアナトサウルスという名前を聞いたことがあるんじゃないかな。そしてかなり古い文献ではエドモントサウルスは、トラコドンという名前で紹介されているよ。遊戯王にそんなやついたな。それでトラコドンやアナトサウルスは今はどうなっているんだぜ。今言った恐竜はみんなエドモントサウルスと同じ恐竜だとされておりまする。トラコドンとか命名したらエドモントサウルスが先に命名されていたってオチか。ね、命名された順番は、トラコドン、エドモントサウルス、アナトサウルス、アナトキタンだよ。なんでトラコドンがエドモントサウルスにまとめられてるんだぜ。普通なら楽だろ。これはあれだね。疑問名ってやつだよ。確か正式な学名をつける根拠が疑わしい標本に指定されるやつだったか。疑問名についておさらいをしておくと、化石が断片的だったりして他の化石との比較研究ができない時に指定されるものだよ。トラコドンやミンミ、最近めでたく死んだトロードンはこっちだよ。よく聞く無効名とは違うものなのか。無効名は近縁種との比較研究の結果、基地の種と全く同じものだと判断された時に指定されるものだね。アナトサウルスやセイスモサウルスはこっち。よく無効名になると学名が抹消されたっていう表現が使われてるけど、実際はマジで消えてるんじゃなくて、基地の種のシノニムとして学名自体は残るんだ。一応名前は残るんだな。そして比較研究が行えるということは、他の研究者が基地の種との違いを見出して、シノニムが正式な学名として復活するという可能性もあるんだよ。ちょっと前にブロントサウルスが復活するとか言われてたじゃん。懐かしいぜブロントさん。シノニムならまだ復活する可能性があるんですよ。じゃあセイスモサウルスも復活するかもしれないのか。可能性は限りなくゼロに近いだろうけど、トラコドンとかよりはあり得るね。一方で疑問名は比較すらできなくて、シノニムかどうかも判断できない状態なんだ。だから疑問名になったら何かの間違いでもない限り復活はしないだろうね。なんてこったい。でもってトラコドン問題なんだけど、これはトラコドンが疑問名になったからアナトサウルスと新しく名前を付けたものの、結局エドモントのシノニムになりました。じゃまとめられないくらい複雑なんだよね。どういうわけか教えてくれ。あいよ、補完編第2回で言った通り、アメリカで最初に恐竜の骨格化石が発見されたのは東海岸だったんだけど、歯の化石は西部のモンタナですでに見つかっていたよ。1855年、フェルディナンド・ハイデンがジュディス・リバー層でたくさんの化石を拾い集めて、それらをジョセフ・ライディの元に送ったよ。翌年ライディはその中からひし形をした十数個の歯に基づいて、トラコドン・ミラビリスと命名したよ。でもってライディはハイデンから、サウスダコタ州のランス層で発見された、2個の尻尾の骨や足の指も受け取っていたんだ。1856年、ライディはそれらの化石に、テスペシウス・オクシデンタリスと命名したよ。1871年、オスニエル・マーシュがプテラノドンの産地で有名なカンザス州で、首なしのハドロサウルス類を発見。クラオサウルス・アギリスと命名したよ。この頃マーシュのライバルであるエドワード・コープも、モンタナでハドロサウルス類の断片的な化石を発見。ディクロニウス・ペンタゴルニスと命名したよ。トラコドンじゃないの増えてきたな。1882年、サウスダコタ州で頭が残ったハドロサウルスの骨格が発見されたんだ。そしてコープはその骨格を、トラコドンに似ていることを確認してディクロニウスとみなしたよ。なんでディクロニウスなんだぜ。なぜかコープはトラコドンが放棄された名前だと思っていたらしいね。勘違いだったのか。そんなわけでコープのディクロニウス・ミラビリスは、ハドロサウルス類では初めてほぼ完全な頭骨が発見されて、その口先はカモのように幅の広いくちばしになっていたんだ。こういうこともあってこの時期のハドロサウルス類の頭部は、みんな幅広のくちばしを持った頭に復元されていたよ。資料がないから仕方がなかったのか。そういうことです。1892年、マーシュは1年前にランス層で発見されたほぼ完全なハドロサウルス類の骨格2体に基づいて、クラオサウルスの新種、クラオサウルス・アンネクテンスを命名したよ。ふむふむアンネクテンスとな。と言ってもクラオサウルス・アンネクテンスの産地はテスペシウスの模式種と同じランス層だったんだ。なのでマーシュの死後、アンネクテンスはテスペシウスのシノニムにされたよ。そんな中ジョン・ハッチャーは1902年、テスペシウスやクラオサウルス・アンネクテンスなどをトラコドンとみなしたんだ。そんなわけでアンネクテンスは、トラコドン・アンネクテンスとなったよ。そもそもアンネクテンスは、クラオサウルスにしては時代が新しすぎるし見た目もだいぶ違うとされていたからね。こういうこともあって1908年にランス層でハドロサウルス類のミイラ化石が発見されたんだけど、このミイラはトラコドンとして展示されることとなったんだ。あの有名なやつか。1910年代に入ると、
カナダ各地でハドロサウルス類が色々と発見されるようになったんだ。フレンチマン層から出たものにはテスペシウスサスカチュアネンシス、エドモントン層から出たものにはテスペシウスエドモントニ、そしてエドモントサウルスレガリスと新しく命名されたよ。やっとエドモントサウルスが出てきたか。エドモントサウルスレガリスはコープのディクロニウスに似ていたんだけど、体型はがっしりしていたし時代も古かったんだ。しかしここで混乱が生じたんだ。テスペシウスは元々の化石が少なすぎて、カナダ産やランス層産の諸々の恐竜をテスペシウスにまとめることが難しくなってきたんだ。さらにコープのディクロニウスや、それに似た新しく発見された骨格も一体何の恐竜なのかわからなくなっていたんだ。つまりどういうことなんだぜ。思いっきり噛み砕いて言うと、断片化石に基づく恐竜を量産していた状態の E 骨格が発見されるとどの恐竜なのかわからなくなったり、新しい標本を基地の属にまとめようとしたけど元の化石が断片なのでまとめるのはまずくなったということです。断片化石に命名した結果がこれだよ。この混乱をどうにかしようとすべく1942年、リチャード・ラルラによってアナトサウルス族が設立されたよ。アナトサウルスの模式種にはクラオサウルス・アンネクテンスが選ばれて、アナトサウルス・アンネクテンスとなったよ。カナダ産のテスペシウス2種もそのままアナトサウルスになって、それぞれアナトサウルス・サスカチュアネンシス、アナトサウルス・エドモントニとなったよ。でもってコープのディクロニウスは、アナトサウルス・コペイとなったんだ。エドモントサウルスはアナトサウルスより時代が古いので別種扱いとなったよ。そんなわけで白亜紀末期北米のハドロサウルス類はアナトサウルスになって、トラコドンやテスペシウス、ディクロニウスは疑問名になって混乱はようやく終わった。かのように見えたよ。めっちゃ不穏な空気が漂っているんだが、その後にアナトサウルスはそっくりそのままエドモントサウルスになってしまったよ。なんてこったい。でもアナトサウルスコペイは、頭骨が平べったく長かったのでエドモントサウルスとは違う恐竜とみなされたんだ。というわけでアナトピタンコペイと新しく命名されたよ。そしてアナトピタンも消えると。うん、最近になってアナトピタンは頭骨が潰れてることがわかったり、アナトピタンとエドモントサウルスアンネクテンスの中間みたいな頭骨も発見されるようになったんだ。2011年にエドモントサウルス族がいろいろと整理されて、その結果アナトピタンとエドモントサウルスサスカチュアネンシスはエドモントサウルスアンネクテンス、エドモントサウルスエドモントニはエドモントサウルスレガリスの亜生体とみなされたよ。レガリスとアンネクテンスの違いもしっかりと確認されて、生息時代も全然違うこともわかったんだ。そんなわけで恐竜研究黎明期から続いていた混乱はようやく収束に向かったよ。ざっと150年も続いていたのか。当時は研究が進んでなかったり標本が少なかったりと仕方がなかったんだけど、断片化石に名前をつけると後々混乱してくるのですよ。ということはこういう事例は他にもあるのか。もちろんあります。なんてこったい。ちなみにトラコドンミラビリスなんだけど、見つかった歯のうちの一つは角竜のものだったらしいです。つまりキメラということか。そしてそれ以外の歯はランベオサウルス赤のものだとされたようだね。サウロロフス赤じゃないのか。トラコドンに似た歯を持つ恐竜もいるらしいんだけど、結局は歯だけだからトラコドンの正体は永久にわからないだろうね。確かに歯だけだしな。それじゃあここで幕を閉じよう。